本日より一から始めるカルドセプトをお伝えすることになりました。カルドセプコです。よろしくお願いします。第1話は遊び方です。皆さんはカルドセプトというゲームをご存知ですか？カルドセプトとは早い話がすごろく。それではこちらをご覧ください。プレイヤーは一人ずつ順にプレイします。ゲームが始まるとまず山札からカードを1枚引きます。これですね。どんなカードが手元に来るかは運です。次にサイコロを振ってマス目を移動。サイコロの出る目ももちろん運です。そしてこのようにぐるぐるとマップを回りながら目標金額までお金を貯めてゴールすると勝利です。ではどうやってお金を貯めるのって思われたんじゃないでしょうか。そこでお金を稼ぐ方法です。一つ目は周回ボーナスです。マップを一周するとボーナスがっぽり。二つ目は通行料を得ることです。空いているマス目に持っているカードからモンスターを配置、自分の領地にします。さらにそこに誰かが泊まると通行料がっぽり。お金を貯める方法は他にもありますが、何をするにも運が大切です。しかしこのゲームは運だけでは勝てないんです。カルドセプトには480種類以上のカードがあり、運を引き寄せ自ら勝利に近づけることができます。例えばこのカードはサイコロが2つになります。移動距離が増えるのでマップをいち早く周回するのに役立ちます。またこのカードはサイコロの目を3にすることができます。狙ったマス目に止まりたい時に役立ちます。実はこのカード自分だけでなく相手にも使うことができるんです。そうするとがっぽり。自分の領地に相手を誘い込み通行料を取ることができました。このようにカルドセプトはカードをうまく使うことによって運に左右されず、ゲームをコントロールしながら進めることもできるのです。今日のポイントです。幸運はカードで引き寄せる。次回はこのようなカードの種類やカードの使い方についてお送りしたいと思います。カードで戦うボードゲーム、カルドセプト。